はい、どうも、私でございます。連日賑わせている黒川さんの続報でございますね。もうこれが本当のことだったらね、かなり怖いなというか、まあ、当たり前というか、まあ流れとしてはそうなのかなというところだったんですけど、まあ黒川氏が法務省の方からは、懲戒が相当と判断されましたよってのあるんですけど、首相官邸側がより軽い訓告を科すことが判明という記事があったんで取り上げさせていただきました。賭け麻雀で辞職した黒川弘前東京高検事長ですね、の処分をめぐり事実関係を調査し、首相官邸に報告した法務省。これ、もう自分で辞職しましたっていうふうにやった後に一回法務省に預けて、で、それから森法務大臣が、内閣ですよね。首相官邸のところに持って行って、で、そこから、首相官邸から、判断されたことを発表するっていう流れだったと思います。で、それでですね、法務省は国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく訓告となったことが24日分かったと。で、複数の法務検察関係者が共同通信の取材に証言してますっていうことですね。これ、共同通信の記事ですね。で、安倍首相は国会で検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分を行ったと承知していると繰り返すのみだった。確かに、訓告処分の主体は検事総長だが、実質的には事前に官邸で決めていたと言っていいと。その経緯に言及しない首相の姿勢に批判が高まるのは必至だということで、まあ結局のところ、認めましたと。認めたけれども、結局、訓告処分になったってのがおかしいよねっていうことが今回取り沙汰されてて、懲戒じゃないかと、なぜ訓告なのかと、訓告処分なのかっていうところで、問題で、結局、今後、起訴されるかどうか次第ですけれども、訓告だったら、退職金出るし、で、あとは、これだったら弁護士にもなれるし、みたいなこともあったりするんで、で、しかもそれを法務省が一度、やっぱり懲戒処分ですよ、基づいてデータしても懲戒処分ですよって言って、内閣に持っていった、首相官邸に持っていって、その後で首相官邸で、いや違うねみたいな、いやこれ訓告でしょみたいな、訓告ですわみたいなって言って、突き返して、それを森さんに発表させるみたいなことですよね。で、それで森さんがなんか自分の責任を痛感してるんで、辞めさせていただきますっていうのを止めるっていうのも、そこまで考えたらより茶番ですよね。より茶番だと思います。自分に責任が来ないように、森さんを守りたいために一度、進退を抱え届け出して、それを認めないです。今の職務で頑張ってっていうみたいな。もうそんな茶番がひどいなって感じで。そうですよね。で、こういうのは早いですよね。本当に。もう皆さん言うてると思うんですけど、こんなね、一日ちょいでね、事実関係を調査して、しかももう決まりましたね。もう再調査はしません、みたいなことですよね。まあ、実際ね、まだ今からコロナで非常事態宣言が、解除されていって、こうやって国会議員の人たちのお話がどうこうというよりは、中小企業、個人事業、あとは学生ですよね。そういう人たちの話に耳を傾ける方が、まあいいんだろうなっていうような判断で、まあこっちにしてもね、結局、まあしばらくというか、もうあと今週1週間ぐらいでは話がなくなるんじゃないかなって感じですよね。どちらかといったらやっぱり木村花さんの話の方が、やっぱツイッター界隈だったりとか、YouTube 界隈とか、ネット界隈の SNS の中ではかなり出てますし、今多分犯人を探して取り、あの、釣るからね、みたいな感じで、プレッシャーかけてくる大手のインフルエンサーの方もいらっしゃいますから、だからまあそうやって、自分の発信をするんですけど、それを人の不幸を飯の種みたいな、笑いの種みたいにしてる人たちが、まあ今度辛くなっていくんだろうなって形なんで、まあそれはそれで、その方々に任せればいいんで、僕らで大事なことはしっかりと、こうやって悪かったことは悪いっていう風になんで、じゃあなんでそうなったかっていうのも、自民党、ね、政権一強になっちゃってるっていうことになると思いますし、で、これで国家公務員法はもうおそらく廃案でしょう。まあ、今年の秋にやるってなると、そうなると結局ね、国家公務員で、定年が上がるっていう対象になってた人が辛くなる。まあ、それあるんですけど、まあ、税金でね、いいお金もらってますからね。さらにそっちにお金を回す余裕なんて今、財源上で考えないんじゃないかなとは思いますよ。はい。はい。ということで、今回は、そうですね。結構ひどい話かなとは思いますけどね。結局、官邸の方で、訓告処分に引き下げて、で、その後で国民に対する、
ね、あの発表の時には、事実だと事実で適切に処分したと承知してますっていう風に言い切って押し切ってるっていう形になってるんで、まあね、これをね言うたところで結局押し問答になるんで、まあしょうがないとこなんで、まあね、もし野党がここを突っつくっていうのはいいんですけど、だら突っつき方だったりとか、そういうやり方によってはもう、また自民党の支持率は 27% とかに下がってるとはいえですね、選挙戦したら、おそらくまた自民党は勝つ流れはこのままじゃできちゃうんで、もうちょっとね、うまい追いかけ方をして、自民党、野党と与党ですね、がひっくり返るには勢力になってほしいなって思っております。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。それでは失礼します。バイバーイ。